ナミさん、岡坂好きの取り扱いスタートして、まあ、24、25シーズンの好きが届いたっていうことで、はいはい、ちょっと、ね、はい、開けていきたいなと。お取引ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。岡坂さんの方にまずは言っておかないと、はい。あと皆さん、ご注文ありがとうございます。はい、箱から出しました。はい。ありがたいですね。一応プレートまでつけてきてもらっているので、はい、でそれでシュリンプしてやるっていう、その今 の, ビニール加工してもらってる、まあ、ここからこう取っていくわけですけど、はい、これ全部サーモン入って、サーモン入れてくれってことなので、あ、お客さんの方が、はい、はい、まあ、とりあえずまあ、ビンディングがまた別に来てて、はい、でこのビンディングをつける前にまず一旦これを取り外すことをして、はい、でもう穴のちゃんとそうだな、ネジがこう緩まないようにこういった、うん、まあ後からこういう加工、こういうものを入れていくんですけど、ネジの緩み、漏れ、錆防止みたいなもの、はい、こういったものを入れていきながらまた復元していくと、サーモン終わったから、はい、もちろんこれエッジの処理もこちらでやらさせていただきますので、はい、まあ、機械仕上げのものをどうやって手仕上げの方に持っていくかということをやって、うん、で滑走面もある程度処理をして、はい、軽い、本当にそんなに干渉しないペーパーを使って滑走面を、はい、でビベルを作る人はビベルを作って、はい、でサイドもちゃんと手で切って、はい、で、うん、まあ、トップテールはある程度軽く処理をして、はい、でサーモンに入れていくっていう、うん、というところですね。まあ、その、まあ、岡坂さんの板の場合は本当にやりやすくて、はい、加工もこちらがしやすいっていうか、うん、もう本当にガタガタなエッジなんてことは絶対ありませんし、うん、だからよく岡坂さんの板ってそのまま乗れますよねっていうことを言われるのはそこなんですよね。うん、それはもちろん機械仕上げなので、うん、そこまでシビアではないにしても、まあ、それをシビアにしていくっていうところをやっていくんですけど、はい、だから下手に構うと逆にこちらの穴が出るみたいな部分ですよね。その部分をきちっとやって、だから、まあ、とりあえずこれを取ってしまいながらも、うん、ここにマスキングを全体に貼っていって、はい、マスキングテープを貼っていきながら、こういうもので貼っていきながら、はい、うんうん、汚れないようにと、汚れないように で,、うん、でエッジの処理もしたら、うん、サイドテープも貼りながら、うんうん、サイドのこちらのテープもここも貼りながら、サイドをマスキングで、そうですね、はい、保護してるんですね。で保護しながら、で要はワックスが垂れても、はい、剥がすだけで、うん、綺麗な状態が、まあ、逆にそれやっとけば、うん、こちらも気にせず加工に入れるっていうのがあるので、うん、なるほど、まあ、そういったことをやっていきますと、はい、うんうん、まあ、ありがたいことに、丁寧に送っていただいてますので、はい、まあ、丁寧にこちらも、はい、作っていくという、はい、わかりました。まあ、ちょっと他のメーカーさんとはちょっと違ったやり方をしていかないと、逆に出来上がりが、仕上がりがいい分だけというところですね。うん、まあ、他のメーカーさんは、まあ、それ特に海外のメーカーさんなんかはそこまでやる必要を考えて見えないので、うん、なのでやることは多少多くなりますけど、うんうんうん、まあ、それでも同じような状態で仕上げていくと。なるほど。まあ、もちろん小笠原さん、うん、以外のメーカーも同じような感じで仕上げて、うん、仕上がりはもうみんなだいたい均一になっていくような状態を作っていきたいですね。なるほど、わかりました。大阪スキーさん、まだ一部ですね、商品在庫あるみたいなので、もし興味のある方、そうですね、スキーの方はまだ本当一部在庫はだんだんこう減ってきますけど、うん、在庫があるみたいなので、うん、まあ、早めに何かありましたら言っていただければ、はい、まずご相談ベースで、そうですね、はい、相談していただければいいかなというふうに思います。わ、うん、はい、かりました。まあ、ちょっと小笠さんの仕上がりも気になるのでまた教えてください。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。いつも YouTube のご視聴ありがとうございます。これからもですね、どしどしと YouTube のコメント欄にご質問いただければ、また私なりに答えていきますので、よろしくお願いします。スキー・スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。スキー・スノーボードのメンテナンス方法や板やブーツの選び方や体作りなど、どんな些細なことでも気になることがありましたら、 YouTube のコメント欄に質問をお寄せください。今後も定期的に動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。
春日井のチューンアップ専門店パワーズです。この今のスキーができない、スノーボードができないこの時期にですね、板これで大丈夫ですかっていう診断をしてますので、気軽に来ていただければありがたいかなと思います。無料で診断してます。その時に持ってきたら出さなくちゃいけないとかチューンアップへってこともないので、まずはまあ、面倒ですけど、ご面倒ですけど、まずはその板の状況どうなの、どういうことすればいいのって、で今自分が持ってるものでこれはできるのとかっていうことも含めて持ってきて、気軽に持ってきていただければありがたいかなと思います。